時刻は午前3時になりました。三四郎のお二人お疲れ様でした。お疲れ様でした。霜降り明星の粗品です。せいやです。毎週金曜日深夜3時からのオールナイトニッポンゼロは我々霜降り明星がこの後5時まで担当させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。遅刻って言った最初遅刻は甘えてる何が遅刻は午前3時になりましたって言ってた。これ時刻ね、遅刻って言ってた。ああそうですか。いや全然可愛いからいいんですけどね。可愛いからいい。うん、朝地獄とか言ったら嫌やけど。そうでしょ。うん、言い間違い方は可愛いな。いやいや忙しかったから。今日も忙しかった。疲れがちょっと出てるんですよ。それさすがに。ああそうですか。ええ、遅刻がね。遅刻、イベントね出てましたね。ああはい、キチフォー基地4か基地4か分かんないですけど、定かじゃないですけど、面白そうなイベント出てたね。基地4で出ましたね。ねえ、選んで、あれはあれですか、はい、4回目の基地4ってことですか。いや、じゃなくて4人4人の基地4や。基地4初回ライブ。基地4は大丈夫っすよね、ラジオ。これ大丈夫、ね、タイトル、そういうライブタイトルなので。あ、なるほどなるほど。大丈夫なんですけど、もう野生爆弾のクッキーさんとずんの飯尾さん、面白いメンバーです ね。レイザーラモ RG さんと、すげえ、ハリウッドザコシショウさん。いや普通に見に行きたかったわ。面白かったですね。でまあそう、あの基地4でいろんなコーナーやったんですよ。はいはいはい、基地大喜利とか基地大喜利、はい、まあ秘密基地とかの基地かな。はいはいはい。あとはベースね、基地動画発表会とか。ほう、なるほど。基地王は人みたいな。なんて基地王は基地王は人。基地王は人。はい、まあ、ちょっと言葉だけでは全く分からんけど、まあ、いろんなコーナーやったんですけど、その中で基地土産っていうのがあって基地土産お、僕におうおう基地4の4人の人がお土産を持ってきてくれたんですよ。おもろそう。でそれ一応まあそのライブ終わりなんで、ほんまに、はいはいはい、今ちょっと持ってて。あ、ほんまにもらえんねや。そう、ほんまにもらった。めっちゃええやん。ちょっとだけまあ嬉しかったんでね。基地土産、基地土産。なんやろ、飯尾さん。はいはいはい。やっぱずんの飯尾さんとか、うん、面白い人ですけど、あんま喋る機会ないやんか。まあそうですね、うん、浅井企画さんであんまりライブとか一緒ならんし、はい、飯尾さんにね、まあ、大先輩ですから。ファーストミットもらいありがとうございます。いやいや、お前がファーストに入ることないやろ。いやいや、うん、普通のグローブでええのよ。ファーストミットいただきました。青い。いや、まだ普通のグローブよ。え、いや普通のグローブか、うん、まだキャッチャーミットちゃう。まだなんか、いやいや、うん、やるときにキャッチャーミットで、あの投球受けて、ファースト入ること一番ないから今。なんかでも出川さんと草野球やってるらしくて、飯尾さんがとかで、ほんまにあのファーストがおらんかってんて。あ、じゃあ誘われてんねや。そう、ほんまに誘われて、背高いやつみたいな。確かにあのリーチあるからファーストに向いてますよね。そうなんですよ。ベースに足、そうそうそう、長くねくっつけて。あと一番嬉しかったんが、おう、ザコシショウさん。うわ、いいな。いや、いいやろ。いや、な、全員なんかいいメンバーよな。好きなメンバーやわ。しかもザコシショウさんに羨ましいもらったお土産、ほんまにこれマジで羨ましいと思う。これもらいました。うわー、これすごない？ドキュメンタルでやってたやつや。目のあの眼鏡かけて目玉が、うわー、これもらいました。カチャカチャカチャってなるやつや。このペットボトルで頭叩くたびに、このうわ、いいなぁ、まばたきするやつ、これもらった。いいなぁ、めちゃくちゃよくない？めっちゃええやん。うわぁ、ちょっとやってみてよ、ペットボトルあるから。いいですかね、ザコシさん、すいません。うわぁ、すげぇ。これじゃあミックスチャンネルで見てください。ね、うわ、あら、あ、下手。いや、全部出た、全部取れた。イヤホンからメガネからペットボトル、下手やな。名人芸です。あれ難しい、難しい。ザコシさんのあのすごないですか、顔のバランスがあんねやろな、絶対取れへん。
めちゃくちゃおもろいよ、あの肉厚がいいんやろな。キチフォーというイベント楽しみ、すごいやん、うん、いいねキチフォー、いい経験でした。面白そうなライブですね。久しぶりだからお笑いライブに出て。それどこでやったんですか。おっ、なんかおーおー、びっくりした、びっくりした、キチフォー、うわー、びっくりした、やばー、うわぁ、うわ怖い怖い怖い、したいや、やばい、うわぁ、ええやんか、うわぁ、ええやんか、やってみやろ、ええやんか、ええやんか、うわぁ、キチフォー、うわぁ、うわぁ、おす、ええやん、あ、これ、ええやん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 、やってるやん、ええ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 やん、キチフォーやん、え、キチフォー来た、お前椅子やっとるやん、いりますって、お前椅子いらんやろ、立っとけよお前、なんなんすかそのパンチ、ジャングルやつの先輩来てんねん、ちゃ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 マジでそうですよ、爆裂な先輩来たかな、いい、すいません、すいません、すいません、キチフォーやん、爆裂先輩来たやん、うわすげー、なんなんすか、うわー、美しい美しい坊主やから、うわー、美しい、ちょっと俺立ってるやんけ、なんやねん、何で俺が立ってんの、俺こっちいいの、あーいやいやいや、俺行きますよ、1個めちゃくちゃ、あーすいませんすいません、びっくりした、どうも佐山さとるでーす、いや違うわ、どうもコデビー男だ、コデビー男だ、ただのただのコデビー男、いや、e スポーツで使う椅子、うるせえわ、うるせえわ、そんなん言うたよ、それえ、お前の粗品のものまで何も似てへんか、やめろ言うたよ、パジャマして、こんな1時間だとな、ねえ、ソシ君ありがとうな、ありがとうな、ソシ君、ありがとうな、ソシーな、優しいな、ありがとう、おはようございます、うん、お前ええ相方思ったな、あ、もういい相方でした、ソシ君なんてめちゃめちゃキチフォーの面ついでやで、もう次から、うわキチファイブやん、キチファイブ、キチファイブ、キチファイブ、で見ろ、もう、はい、ザコシ苦しくてマスク取っちゃった、早っ、早いって、早いか、早いよ、まだ誰も登ってへんのに、帰るまで帰るまで、帰るまで、息苦しいね、息苦しいのよこれ、これ何ですか、ね、呼吸法があるからね、それ見えちゃいますね、何めっちゃ似てました、霜降り明星のオールナイトニッポンゼロなんで、すげえ、だってお前は忘れ物するから、うん、え、あら忘れ物、忘れ物して届けに来たんよ、忘れ物はね、届けに来てくれたよ、これキーボードだ、ドードさんのキーボードだ、忘れてたんよ、ルート33のドードさん、せいやにも、お前にもあんねんじゃん、あるのよ、あるのよ、これはい、前田誠司さんの教えろやん、うん、ふざけんなよ、いつの前田誠司さん、そちらのガケル忘れてただろ、めっちゃパチ切れるやん、置いていくから、前田誠司さん、神風連合明けの神風連合で暴走族やってた後の前田誠司さんやから、だいぶ置いて帰りましたん、楽屋にみんなで、いや聞いたことないね、先輩のお土産置いて帰るがまず聞いたことない、もうそうよそうよ、前田誠司さんのキーホルダー何につけたらいいかわからん、いやいや教え子やろ、だって違います、僕ら NSC 行ってないんで、ああそうか、まず忘れ物をすげえ来てくれたんすか、そうそうそう、ザコシ忘れてたから、うん、だけさっき、ドードさんのキックホルダーやん、スッと済ましたの、済ましてる時、メバリメバリ済ましドード、済ましドード、ドードさん、俺と交換したんだよ、最初俺が勝負だったのに、そうそう、眼力の方のやつを変えてんから、眼力、眼力、ああ、まあめぐーってやった時のな、眼力バージョン、で、そう、眼力丸ボードってのはレアやから、お前そっちレアやで、うん、レアちゃうやん、いや、キチフォー何なんですか、びっくりした、あとあれ、さ、はよ、あれいじれよ、なんすか、ザコシショウ、情報量多すぎて、初代タイガーマスク、タイガーマスクかぶっとんねん、こっちは、テンガルハットまでかぶってめっちゃ喋りにくいのよ、これ、なんすか、ザコシショウ、最後サドルです、ちょっと待ってください。いや、佐山さとるがプロレス話だったら金地下に怒られるから、ね、言うてるけど、プロレスの金地に怒られるから、わからん話すんな言うて、話すんな言うてましたから、NG でプロレス NG なんですよ、喋る、上がってくんで、撮っていいですか、うん、撮りましょう、ザコシショウさんや、いやいや、なんだそれ、ザコシさんラジオなんで、白目です、白目です、いやいや公式一番意味ないの、あなたのラジオ一番意味ないの、あなたは動いて見られてなんぼやから一番意味ないのよ、そうなんですよ、こんな時間にすいません、いやいやいや、全然全然全然、すごいメンバーっすね、あと RG のこれいじれよ、はよ、はい、いじれいじれ、ちゃんとそうあれ、あ、誰やと思う、誰やと思う、いやクイズだ、クイズ誰やと思う、全然わからへん、えぇ、パジャマ、パジャマや、飯尾さんあれ誰でしたっけ、せいや、
いや、せいやでしょ。何しゃべってんの。せいや、どっかの居酒屋かいっていうねえ、段取りでしたよ。せいやのことをせいやってずっと言って、せいやっつって、どっかの居酒屋やないかいっつって、そのね、名前でめちゃめちゃ間違えてましたよ。今ほんで聞いたらせいやって普通に言うたやん。3秒マーケてしっかり間違えてました。いや、もうせいや、なんなんすか。いや、死ぬまでこの繰り返しだから。あ、かっこええ、さすが。失敗の繰り返し、失敗だ、繰り返し繰り返し。誰か分からんのかと俺。そう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 、分かるでしょ、クイズ。誰か分かるでしょ。せいやマジャマなんだから。クイズ誰、誰よ。このおっさんら打ち上げ会場にしてるだけや、俺らのラジオ。いや、そうなんそうなん、いいぞ、そうだ、出してくれよ、出してくれよ、チャンスよ。誰、メチルアルコールみたいな鬼殺し出してくれよ。そう、水拳2のやつ、水拳2出すか。誰や、誰、水拳2ありますか。2の方で、クイズ、喋りすぎて、ほらほら、まあ、手って意味で分かるでしょ。パジャマで手やから、うん、だからこれ粗品でしょ。違います、違うんですよね、これね。正解は中山浩太でした。R1 取った時の中山浩太でした。そうなんですよ、残念でしたわ。今堂堂さん、マイナスエイジ、中山浩太さんってすごい濃いです。もう一人濃厚すぎる。キーホルダー、あります、あります。もう一回キーホルダーあるんすか、あるんすか。いや、ねえよ。そこの連携悪いな。ないよ、ねえんすか。2つだけですよ。見せたでしょうが、うちの村で2つですって。なぜ、なぜが今の鬼、鬼みたいな。鬼パス、鬼パス、鬼パスみたいなやつですよ、あれ。ヒールパスみたいな、鼻血出るやつですよ。顔面に当たって鼻めがけて、そうなんだ、鼻めがけやから。ボール最後まで見ろよ。何言ってんだよ。帰れよ、自分が。じいさん、なんて、もう3時なんだから帰りなさい。ええって。いや、もう2時間やりましたから、イベントで。これを2時間、はい、無基地4。楽しかったよ。楽しかったわ。いや、楽しかった。いや、見たかったっすわ。めちゃめちゃ楽しかったで。まあ楽しかったですけど、いや、上手に突っ込んでたで、そしたら全部突っ込む。こいつ突っ込むの上手いんすよ。全部突っ込むよ。大喜利のコーナーで突っ込みで綺麗に終わらしてね。あら、こいつ終わらすんすよ。細いボケを太くしてくれんのよ。そうなんですよ。激細やったんやけど。激細やで。2時間ずっと激細のボケを全部太くして。最後のボケなんて、はい、石坂浩二さんの石の上に山書いて、うん、岩坂浩二ってしたのを、はい、うっすって言って大爆笑で終わった。大爆笑。身内だけで。バックアンドバックやったよ。身内だけ。だってあのリモートやから。そう。客いない。基本リモート。各衝撃。己の家でやったから。家でやったから。衝撃なんですけど、客いなかったよ、それは。オンラインイベントですよ。あ、そうよ。このメンツ。そう、ご時世やから。無観客でやったんですか。無観客。身内で笑い倒したよ。笑って笑って客の笑いを一切言うから、もう身内で笑うって演者が笑ったから。もうあの義務だったよね。ね、義務、義務、義務。おもろすぎるでしょ。ギブアップ。身内の愛やんか。お客さんおるもんやと思ってました。ただただ見てる人たちがそうですね。小川夏美さん見てた。そうよ、買ったらしいわ、家で。ちゃんと買って、買ったデジタルチケット買った。夏美さん見てたんですね。だから僕らはそのクッキーさん、 RG さんはね、もちろん吉本なんであれですけど、飯尾さんとかザコシさんは喋る機会ないから、めちゃくちゃおもろかったです今日は。やっぱでしょ、マジで。パッて見て4人並んでる、やばすぎたな。ちょっとこの並び怖かった。かっこよかった。なんかあのやつアメコミのなんかあるやん、アベンジャーズみたいな。完全に敵ですやん。サノス、サノスですやん。誰がサノス。お前サノスとかやめろよ。なんやそれ。そこはサノスなんだよ。誰サノス。全然見てないよ。誰サノス。わからへんのよ。クッキーさんから言うてきた話題です。ラーメンの、ラーメンの人。見てるんかな。ラーメンの人。ラーメンの人。ラーメンのあのなんかあの。サノスさん。サノスさん。ああ。シナそば。シナそば。初代シナそば。好きだったね、スープで。もう帰っていいよってやつでね。帰っていいよ。もう帰っていいよ。アベンジャーズ出てこないですよ。湯切り、湯切りのあれで、湯切りのあれでなんか飛ばしてこないですよ。湯切りするためにリーザーとなっていくんちゃう。そんな変身のシーンないですよ。違うんですか。違う。生放送なんで。え、そうなの。来たんですか。はい。いや、忘れ物をね。寂しが、ソシ君途中で帰るの寂しかったよ、もんだって。いや、それは僕、反省会をさ、ソシ君。
そう。あ、反省会。反省会盛り上がったもん。よう先輩ほったらかしてお前出てって。それはダメです。それはダメです。あの、はい、リスナーも聞いててちょっとこのメールとか来てるんですよ、リアルタイムで。おお。俺たちですもん。はい。それはすごい東京都町田市ラジオネーム最寄りのくまさん、うん。皆さんこんばんは。とりあえず。今誰がいるのかを説明してください。ああ、じゃあ説明しよう、説明しよう。はいはいはい、それあかんのそれ、はい。もちろん声だけでも分かんないですよ。そうね、はい。お願いしますよ。はい。はい、じゃあ。はい。はい。こんなにやるかやっちゃう。どうぞどうぞ。はい、どうぞ。どうも、天竜健一郎です。あれ、天竜。天竜健一郎です。天竜さんやん。おおって。天竜健一郎です。天竜さんおるやん。そして天竜さん。はい、そして。ほんで。ハローキティ。ハローキティちゃん、サンリオこの時間大丈夫っす、大丈夫、そんでほんで働かせすぎやろ。ざけんじゃねえ、イクイナキコです。イクイナキコさん、イクイナキコさん来てるやん。ギズオの頃のイクイナキコ。イクイナキコや。ざけんじゃねえ。ざけんじゃねえ。お前形変えてしまうぞ。相席食堂の長州力です。最近言ってた、形変えてしまうぞ。こら、最近言ってたけど、どうする、どうする、この感じ、どうする、どうする、ぶっとくしてくれ、ぶっとくしてくれ、ぶっとくしてくれ、この顔遅いボケを。誰が来てんねん。おい、ありがたい話だな。いや、ちゃんと自己紹介してください。いや、もう謎のままで終わろうや。ナゾーズでした。ゴクロさん、ゴクロさん、ナゾーズです。ゴクロさん、ナゾーズ。ラジオネームロッキンロード、はい、あ、キチフォーの皆さんに質問です、はい、今後もしキチフォーに新メンバー加入させるとしたら誰をスカウトしますか。うわ、でも読んでる自分だよ。キチファイブに入った、キチファイブな、いや入ってませんよ。ソシーナよ、おめでとう。いやいや、ジャケット、ジャケット、スーツ、スーツ、ね、いやそこやん。な、何が？そこがおもろいやん。うん、どこが？いや、おもろないです、ね。だから、粗品 MC じゃなくて、キチファイブに入って、もう一人 MC、次。あの、別に。あ、完全にじゃあ、ポスターは誰があんたらやん。この4人の顔プラス、粗品が、誰があんたらやん。暗闇の中のあの、クラシックとギャンブルが好きな人は、それはもうね、入ってんじゃないか。いや、粗品、ほんと、芸人図鑑があったら同じページだぞ、俺たち。誰がやん、同じページ。そりゃそうや。黄色の欄にしてる。黄色の欄に。こう、めぐったら、緑とか分かれてる黄色の何を、はい、黄色の基地方はだいたい黄色の何入るから黄色いないんですか、このでもその話しましたもんね、さっきね。しししし、そうや、みんなで喋りながら全然出てこなくていいね、いい人が。粗品以外に、そうそう、粗品以外ありえへんのよ、ドライチ。まああとはバーベキュー噂だかな。いや、いらねえってバーベキュー噂だ。いや、それもう舞台でも滑っとったよ。ずっと帽子の帽子のってさ、何やその頭。テリーに照ってるな。頭、そんなテリーに照る頭ある。タピオカ並みに。ごま油塗ってんのそれ。ごま油。ごま油。香ばしいじゃねえか。香ばしい。香ばしいな。照ってるわ。ごま油塗ってるやん。いいところ天ぷらだよね。ごま油。そのだから、さっき皆さん来るまでにこの、うん、もらったお土産紹介したやつ。ちょっと言ってたんですよ。これ。あ、福山雅治のメガネ。え、福山雅治さんのメガネっていうタイトルなの。そう、ティリリ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 リ。そう呼んではんねん。ティリティー、ふー、眠たくなってきちゃった、ふー、長いのよ。持ち時間のラジオで長いのよ。勝手に来て長いの、長いの、長いの。嬉しいっす、これもらえて。あ、どうぞ。いや、それめっちゃいいよ。最初楽屋でさ、何プレゼントするのって言った時にさ、俺たちやったら、え、マジじゃないですかっつって、ザコシがさ、いや、俺返してもらうと思ってんだけどっつってたよね。いや、そんなこと言わんでもない。ちゃうあげる気なかったよ、最初。ちゃうそんな太っ腹よ、俺。いや、全然じゃ、いや、返してもらう言うてましたよ。いやいや、どうぞちゃうねん、そんなこと言うなよ、どうぞ。どうぞ。どうぞの名前、出すな。肩パンしたやん、普通に。うん、ルートさんとか、どうぞちゃうねん。これ、いいんですよ、これ。いいでしょ、いいでしょ。いいですか、もらって。使ってください、使ってください。でも、マジで、あの、ザコシの次にそれつけたらおもろかった。うん、似合ってた。似合ってる、似合ってる。ちょっと見たって。いや、さっきちらっと見たんですけど。福山雅治ですか。うん、福山雅治。やってやって。おもろないって、僕の福山雅治。すごいな。おもろおもろ。うわぁ、もう行ってるやん。もう行ってる。行ってます？うん。いいね。ティリリ。ティリリ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 。なってきちゃったのよ、ハンマレー、あらまー、
ティリリ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 書いてもらいますか。いやいや、何ですか、最高よ、何ですか、いやいや、事情まかないでよ、事情まかないで、本当は20分の事情で明星殺しに来たんや。そうっすよね。いや、イクイナ、イクイナの時点で殺しに来てるよな、俺ね。どうすんだよな、あれ。そうかそうか、金近人笑いもしてないっす、自己紹介。天竜から始まって殺す殺す殺す、何ですか、殺す殺す殺す、いつもの言い方してる、いつものぞ、グー本当は知ってたこれ、うん、このゴースっていうのは実は殺すって言ってた、ゆっくり言うとコロース僕らザコシさん好きなんで知ってます、殺すってんねや、殺す殺す、なんでガラガラすんのコロースそうなんですよ、なんでコロースって言うんすか、もうやめてください、ストロークさんですわ、ストロークさん、うん、ないよ、いやー嬉しいですね、嬉しい嬉しい、下森とまさか一緒にオープンナイトに行くなんて最高や、いや入ってきたんですよ無理やり、毎週ええの、いやあかんよ、キチフォー毎週来たら、え毎週隔週はあかんよ、いや隔週もっと困るな、そのじゃ あのスペシャルウィークの時、ああいいやん、いやいや、うん、いや別に持て余すんですよ、もう4人も、はい、個性強い方来られると、うん、そうなんですよね、勝手に過ごすからここで、そう、うん、いや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 、キャンプするキャンプる、ここでキャンプ、端に端にこたつ置いてくれよ、そうこたつ、うん、こたつ入ってくれ、聞きながら、うん、聞きながらあれするやんけ、あれってな、あれってな、聞きな、いやいやいや、だから聞きながらあれあれするやんけ、あれなんだ、あれって一番気になる、あれがあれだろお前、あれがあれなんだろ、あれがあれなんだろ、こたつ置いてくれたらお前らやってる時聞きながらあれするからさ、あれ何するんすか、あれあれするやんけ、あれだろ、あれだよ、あれがあれだろ、何やお前ピットクルーみたいな格好して、お前お前お前ピットクルーだ、作戦立てる、お前あの秒数出せんだろ、一周何秒ですこうまくまくって、いやいや、ね、始まった、死にたいぞお前、死にたいぞお前、なんで仲悪いねん、ヤンちゃんが来ないわあんたら、F1 言うからやって、F1 のこと言うからですよ、己の持ち場よ、ほらよ、お前やったらお前だけの F1 ちゃうからな、俺の F1 や、違うわ、中島悟の F1 雨の中島、雨の中島、目が奥ばってるからね、ミッチェル、チューリオンだよ、天竜源一郎さん、キティちゃん、イクイナアキコさん、愛席食堂の長州力さん、こんばんは、せっかくなんで一発ギャグを披露してください、いいぞ、鬼ぶりやん、帰ろ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 、よしいいぞ、おい帰らすな、そしら会議閉めよう、ラジオで一発よ、よしたことない、イクイナの一発ギャグだけやぞ、イクイナの、イクイナの一発ギャグ見ない、帰るわ、一発ギャグしてよ、ここまで来たらリスナーのね要望は答えない、イクイナアキコが一発ギャグしてる見たことある、アイドルやぞ言うてもあれ後ろ髪引かれたやぞ、知ってる、お前じゃそもそも天竜も一発ギャグせえへんし、あるある、天竜一発ギャグありますよね、やってやって、はい、やっ天竜源一郎の、天竜源一郎の川柳ギャグ違うだろう、ミルマスカラスとドスカラス、3時23分逮捕ですよ、逮捕だグッド逮捕、グッド逮捕、逮捕だ逮捕、違うだろう、違うだろう、川柳、川柳源一郎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 、いやいや、キティちゃん、キティちゃんギャグ、キティちゃんギャグのイメージないけど、緊張したくねえんだよな、感じすぎ、キティちゃん、これどうですか、これどうですか、え、あ、耳打ちしてる、天竜さんが耳打ちしてる、ミキティって叫びます、え、乗ったわ、あれ乗ったわ、聞こえてもったけど、じゃ聞こえてます、じゃ行こうか、はい、ハロミキティ、ダメだ、どうしてもダメですな、下がれ、3時23分54秒、一緒に逮捕、一緒に逮捕、じゃあ、イクイナさんお願いします、イクイナさんがマジでやってたギャグあんのよ、それやっていい、マジで、あの歌ね、あの CM をパロったネタなんけど、はいはい、ロートの、ロート製薬があります、ベフスリの、ゾウの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 性欲やってるか
行くいなやってるか。マジやってる、マジやってる。やってるわけないやろ。ケツかきだからやるなよ。ゾウの水浴なんか出てくるんかと思う。ちゃんと市原ゾウの国でロケもしたんで。市原ゾウの国。相模をどうぞ。でもね、うちには長州さんがいるから。長州さんがいます。これ食ってみな。飛ぶぞ。うん、行きますよ。行きますよ。うん。あっしーでっけーでっけーでっけーよ。いやもう時間がでっけーですよ。おもてえのよ。おもてえ、あなたは深夜におもてえのよ。おぎょうがね、おもてえ、深夜向きと思いきやおもてえのよ。そうなんすよ。深夜でも重たい。おもてえんすよ。鼓膜破れまして。ラジオネーム別れ際ちょっと向きになる。最近このラジオではマネーの虎が話題になっていますが、ザコシさん YouTube で小林社長のモノマネしていましたよ。ぜひともザコシさんとせいやさんの2人でマネーの虎再現してくれませんか。見たい。せいやも好きなマネー。いいっすよ、いいっすよ。今コーナーでずっとやってるんですよ。あ、そうだね。そうなんだ。小林社長のマネーめちゃめちゃできますよ。堀之内社長。おー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 これの、この内だったら僕は出せない、うん、気持ち悪い。まあ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 、そう、あ、こんなんね、うん、うちの社員がね、うん、こんなんやったらね、うん、殴りますわ、あわたりますわ。うん、絶対っていう言葉嫌いなの。絶対って。こんなんね、こんな、この記者企画書見してもうたけどね、こんなんね、うん、街歩かれへんで、こんな子供の置きかけなもんよ、こんなもんね、こんなもんね、謙虚になれよ。謙虚になれよ。謙虚になれよ、謙虚になれよ、謙虚になれよ、言ってた。うわ、言ってたけど、言ってた。モノマネすごいですね。すごい、マネーのトラ流行ってるんや。そう、マネーのトラ流行ってるんや。すごいな、オイラン世代やんな、マネーのトラ。そうそう、確かに。次までナンバの社長仕上げとくわ。あ、仕上げてください。ナンバの社長なんて、もうただただ淡々と喋るだけ。ナンバの社長、社長同士で揉めますから。揉める。たまに声荒げるな、ナンバの。そうなんですよ。たまにね。京都府ラジオネームリンチョさん、アルジさん、霜降り明星あるあるあります。聞きたいな。霜降り明星あるある。曲どうする、何乗せる曲、何しようかな。あります、まず霜降り明星あるある。1個しかないですよね。1個だけあるんすか。1個あって残ってた、よかった。1個しかないですよね。あ、2人好きなアーティストって。まあ、サザンとか僕好きですけど。じゃあ、タバコロンドにセクシーばあちゃんに寄せて。いや、マイナーやな。マニアック。サザンのタバコロードにあったセクシーばっちゃん、シモフリメルジョーのアロルセクシーばっちゃん、セクシーばっちゃん、セクシーもフリメルジョーあるわ、シモフリメルジョーあわりたい、シモフリメルジョーあるわりたい、シモフリメルジョーあるわる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 、シモフリメルジョー、転校生見るみたいな。シモフリメルジョー、シモフリメルジョー、シモフリメルジョー、あるあるいたい、シモフリ、シモフリ、シモフリメルジョー、シモフリメルジョー、あるあるいたい、シモフリおもろい、イエー。いやいや、もう弱すぎるやろ。弱すぎてイエーイでごまかしました。弱いね。弱すぎて最後の悪い癖出たね。最低、最終の悪い癖出た。今日の一番最後やったやん。弱かったやん、今日の一番最後のイベントの。弱かった。それをどう太くしてくれるかっていうのを試したね。いや、ささ無理やろ。試したね。試したね。試したね。あの後、イエーイがやばい。やばかった。イエーイがやばい。できてませんやん。そう、そうだったよな。マジ反省やめて。そうやってんな。なんかそうやってんな。地方やばい。いやいや、クッキーさん何ちゅう顔してんねん。いやもう、いや、その弱いとかも何よりももうその横、ここが汚いのよ。そうなんです。なんで悪口言うねん。いや、ずらずらのせいや、俺もう横ずら汚いねん。いやいやいや、クッキーさんもここ汚いですよ、頭頂。いじんだよ、頭頂。
剣豪宮本武蔵とアドゴに霜降り明星で例えたらどっちが自分やと思うかな。俺が宮本武蔵か、お前がアドゴにか。いやいや、俺が宮本武蔵でしょ。どこがやねんお前。いや、体型的にもこういう体型のイメージあるし。全然ないし、顔色悪いで、はっきり言って。アドゴに、いや、もうどう考えたって。いや、お前宮本むなしやん。まあ、宮戸むなしで、宮戸むなし、宮本むなしで、はい、ホイコーロの汁で米2杯ってたの俺覚えてるで。あ、ちゃうわ、あれ原田やビスケットブラザーズ霜降り明星のオールナイトニッポンゼロ。誰がやん。何なんすか AMM か。霜降り明星のオールナイトニッポンゼロ。喋ってんな。この番組はスマートフォンアプリで視聴できる東京中楽有楽町日本放送第2スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信。ミックスチャンネルのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。番組ホームページにミックスチャンネルのリンクが貼ってありますのでそこからでもダウンロードできます。霜降り明星のオールナイトニッポンゼロ、ぜひミックスチャンネルでもお楽しみください。オーラさんまた何ですの？ガーじゃない。合唱団おった今。何ですの？公演ですよ。公演ですよ合唱団。コンサート開かれます。お知らせというか。ああ、何ですか？誰が死んだかよ。違うよ。何？不法こんなスピードで言わんでしょ。こんな早口で言うか。どうして心配が。じゃあ今さ、ミックスチャンネルのお知らせっていうのが。ああ、そうなんですよ。うるさかったんで。めちゃめちゃうるさかった。いつまでいるんですか、ほんで。え？大体。オープニングでそうもうあのスペシャルゲストのこの前鈴木亮平さんが来てくれたんですけど、鈴木亮平さんよりおるか今んとこ。おります。ここで帰りました。いや、それで釣れないよな鈴木さんな。そういうことちゃうんですよ。どっちよ、どっちの話よ。ラジオに一応気使ってくれて帰れって言うてんの。平均何分相手なんやねんお前。平均何分そのもう30分おったらもうすごいんですよ。今でもかける4だから2時間になるの、うん、1人。どういう計算ちゃいますよ。でお前らが終わって帰っても俺ら喋ってるで。徳光さんのラジオに乱入するってことですか。水さんとこもおるよまだ。そうなんですよ。水さんって呼んでんの。ちょっとなんて呼ぶの。徳さんでしょ大体。徳さんか。誰が水で呼ぶの。耳たぶ、あの人耳たぶでっかいよな。大体司会うまいと言うやん。何やねん耳たぶでかい。東京都足立区ストレッチポールマン、面白さの塊のような皆さん、せっかくですので大喜利をお願いします。帰ろう帰ろう帰ろう。大喜利はやばいわ。なめんな。なめてんのか。なめてんのか。緊張してるなめてんのか。こんなラジオは嫌だ。どんなラジオ。いいやねんそれ。めちゃくちゃやんけ。大喜利してるんで。何やねん大喜利って。いや、基地大喜利やってたじゃないですか。マジっすか。さっき言ってた。さっきそう、基地やってたよ。普通の大喜利じゃないってことか。いや、基地をよう分からなかったな。基地なんでの大喜利。いや、分からなかったの。ルールが分からなかった。お前、ツッコミで太くしてたやろ。全然太くしてない。めちゃめちゃ激太よ。激太よ。全然最初近いところかったもんな。そう。分からんから。距離保って。え、ちゃいますよ。いや、こんなラジオは嫌だ。どんなラジオ。飯尾さんとかクッキーさんとかザコシさんもそうですけど、やっぱ大喜利のイメージめちゃくちゃあるから。RG もだ。いや、ないないです。いや、ないない。今言われんかったら僕なしです。いつまで被ってんねん、そのズラ。中山コウタズラええでしょ、別に。コウタさん、今、ちょっと昔のコウタさんやしな、ほんで。そるへんな、コウタとタイプが。そうなんすよ。こんなラジオ嫌だ。ねえ、こんなラジオ嫌だ。せっかくなんで。どうぞ、その、前田誠二のラジオとかそういうこと。なんでそんな言うの。どういうこと。前田誠二。どう、ルート三人さんの。嫌だけど。前田ラジオ嫌だけど。おかしい。自慢しそう。すげえ。自慢しそう。めちゃくちゃ絶対しない。僕ら関係せないんでやめてください。あの大喜利ですから。わかんないですけど、40人でやってるとかね。例えば。わかんないよね。いっぱいいるから。ありえないよ。ああ、そういうこと。なるほど。いけます。45人でやってる。ちょっとしょうもないなそれ。46人。ちょっと俺が言うて40人で。40。
じゃあ挙手制何人これ48まで行く48まで行ける8までじゃあ8まで48うん、48何ですか49 あれあれ50 あれ世界の51 52 あれ3 帰れや帰れやボケずるいよお前何これいいとこ取られるよいいとこ取られちゃったよだって欲しいですやん、だって欲しいですやん。おっさん4人。何言うてんの？おっさん4人やん。ただおっさん4。今の。いやマジで。七方でもないっすよ今。ほんま今。鍋やつさんのネタやった。七方のかけらもない。いやおっさんやん。いやただの。落ち券だから今。落ち券。うわ落ち券いらんわ今。いやこんなラジオは嫌だ。どんなラジオ。思いついてないっすか？誰も。どういうことそんな。どう、じゃ例えばくれよ。例えばこんなラジオは嫌だ。どんなラジオ。トークの最後のオチがジェスチャーとかね。ああ、わからんみたいな。例えばですよ。例えば。ジェスチャーってな、ジェスチャーって何？ジェスチャー。手振り身振りやから。タイガーステップみたいな。タイガーステップ。まあまあそういうことですね。タイガーステップ。ここぞという時にタイガーステップするみたいな。今するなラジオでタイガーステップするな。ちょっと待ってください。佐山さとみです。帰れやボケ帰れやボケ3取らないでくださいよ3をよこの人らの見てきた中で一番おもんないわ今この俺らがリスペクトしてた人だから一番おもんないあんなに好きやな何やねんほんとね帰りましょう帰りましょう帰りましょうどこやっと霜降り明星の粗品です。せいやです。ケチボ帰った。いやもうやばいよ。おもろすぎる。いやいやお前がイベント出るからやで。二度と出んといてくれ。あんなんなんねやったら。いやいや来んの。いや俺最初はうわーと思ってたけど。あ嬉しい。全員好きやし、リスペクトする先輩やから。最後の方ゲロみたいやったよなんか。三ええとか言って。いや。なんかええわ。あの人ら。お笑いの能力使ってなかったよな最後の方全く使ってないサボってた全員才能あんのに 1% も使ってなかったんですよあんなおもろい人集まってCM 中にななんかザコシさんのモノマネとかしてもらってそうやCM 中の方がなちゃんとな見てたいやすごかったねなええってこのあれキーホルダーだんじりだんじりみたいやったなほんまにだけわからんかった今ブースの中に堂々さんと前田誠司さんのキーホルダーがだ夢じゃないってことですねさっきの起きたらこれがあったあ残ってた夢じゃないんや荒い前田誠司さんやわほんでいやいや愛ある先輩ですねでもめちゃくちゃおもろいな素敵な先輩だから僕がほんまこれ虹入りなんで、はい、その直前まで打ち上げ反省会打ち合わせ的な次回に向けてをやっててほんでちょっとラジオなんで抜けますって言ったらああなるほど来てくれたんやんっていうすごいなすごいメンバーほんまにスペシャルウィークに一人ずつちゃんと呼びたい級のメンバーよいやお笑い素敵やないやもうお笑いじゃなかったけどなもうほんまに何しに来たや50、40、51、42、43いやーひどかったなちょっとああもろかったすごかったねありがとうございます本当にキチフォーというイベントでした大喜利も一個もやってなかったですね一個もやってないよあもう天才級のそういやいや一本グランプリ4人よとかもえぐい人らやのうんえぐかったですねびっくりしたなまあ40分経ってんねやほんで体感2分やったななあ基地法来たよ最初わーって入ってきてから記憶ないっすもんなんか基地法ってなんやねずっと喋ってたし4人で、すいませんお先輩が遅くにね来ていただきましていやありがたいっすね、霜降り明星のオールナイトニッポンゼロ香川県の西日本放送愛媛県の南海放送この2局で聞いてくれていたあなたとはここでお別れです1時間のお付き合いありがとうございましたもう香川県とかの人は今日わけわかんないまま終わっていくけどまた聞いてくれよないらんなうんすごかったねすごい1時間になりましたね結局ねうんもういろいろあったけどなんか
情報量多すぎてね、そのいじりきられへんし突っ込みきられへんし、いやそう RG さんがそうあるある歌ってる時のすごいよな、クッキーさんとか3人の目冷たい目してたよな、長いのとか言いながら弱い時に弱いな、いや仲もちょっと悪かったよな仲良くあってほしいよな、おもろいわ、ザコシさんがなんかやったら長いねんとか言って言ってた、福山さんな、リリリリリリリ長いな、面白かったな、なんやねんこのキーホルダーこれやそっちやばいな、やばなんでキーホルダーなってんねんこれあーおもろい、ドードさんも相当やばいけど、ザコシさんともっとマネのドラちゃんとやりたかったけど、いやおもろかったな、なんかもう入っていかれんぐらいそれだーって言ってたな、マネの音はちゃうしなあれ、あ一発ギャグもおもろかったな、ザコシショウさんすごかったね、あれやねあれ、あちょっと抜け殻です、早速、いやせやねその疲れた、なんやろうな、なんか、うん、オーダーオーダーババババババって今攻撃食らってやっと、あおもろいな、やっとねパンチが病んだというか、いや、もうパッてお前の方見たらドードさんが見てんのよ、こっちをこれな、なんなんこれ、え、これお客さんに配ったの？いや、あの、お客さん、無観客なので、うん、基地土産、あの、粗品にお土産やったんですよね、あー、おもろ、これは僕にもらいましたこれ、ドキュメンタルで出されたら俺やばかったかな、うわ笑ってもらうな、クッキーさんやりそうなあ、それで言ったらあの基地動画発表会で、はいはいはい、あのザコショウさんのおんサブリミナル効果、サブリミナル効果も出てた、出てた4分、長っ、最新バージョンやった、なんか最近いっぱいあんねんあれ、自粛ムードでみたいな、いっぱいあるいっぱいあるあれやろ、南海ホークスは今のバックにやろ、めちゃくちゃおもろかったわあれ、なんか丸々しすぎて爆発シリーズみたいなザコショウさんやってて、なんか鼻くそほじってこの鼻くそめっちゃ高速でウィーってほじって最後バーンって爆発するみたいなめちゃくちゃおもろかった、おもろいなぁ、って最後出てたでっかいザコショウさんがめちゃくちゃ、だって俺ドキュメンタルの一発三発笑ったら大体アウトやけど、一発笑いは自分で自爆して二発いかれたからな、もう連続でザコシさんに同じ動画で、うん、ザコシさんにもうやられたようなもんやから、その最高やな、ザコシさんがすごいな、いや一人ずつでええなエネルギー強すぎてなんやろな、基地4ですから、いやまあもうそうライブとかやったらもうたっぷり味わえんねやろうけど、このラジオで基地4はちょっと容量オーバーでしたね、なんかこのうまく再生できへんかったな、この容量が爆発してた、フロッピーディスクラジオの基地4でしたね、あすごかったね、飯尾さんが一番先輩やねんって一番あの4人の中やったら、そうかズンさん、おそう結構長いんかズンさんは、あんま知らんかったけど、ナイナイさんとか同期って言ってましたね、そうかそうか、ほんで次がザコシさんかな、ザコシさんって言ってました、そうですよね、クッキーさん、はい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 、うわー飯尾さんも面白かったな、で RG さんがちょっと後輩で、そうやな、なんなんやろなこのライブ面白いね、これだからアーカイブとか残ってなくてチケットをね有料で買った人しか見れないんですけども、うんうんうん、なんかまたやるみたいに言ってたで基地4は、いやこれはやってほしいねずっと、うん、だからそれで皆さんまた普通に見に行きたいもん、基地4おもろいな、お客さんおらんのがやばいな、やばい、それがまたやばかった、何でもありやろだって、しつこかったなずっとやってたわ、今みたいなことでしょ、ずっとずっとそう、テンポも早いね、お前この中で早いな、早い、ほんでこの人らの世代のそれこそ、うん、そう古い情報とか、いやそうやね、どうすんの粗品さんとか、あんま知らんや古いの、あんま知らん、どうやって突っ込む、いやだからそのまあなんか何やっけな、そのせい、こんな学校は嫌だどんな学校、はいはいはい、みたいなお題が出て基地、うんうん、で RG さんかな、西蘭高校みたいな出してん、西蘭高校、そうでなんかいやで俺がその西蘭高校で出されて、うん、いやそういうことちゃうねみたいに言ったんですよ、うんうん、これも完全に勘で、うんうんうん、西蘭高校は何がわからんから、うん、ほんならその後に
クッキーさんかな、うん、お前さぶっこみのタクのあはははみたいな言ってぶっこみのタク好きやもんな。いやだからそういうさ漫画とかアニメの話じゃなくてあ知ってますよみたいな、そうそういうのでごまかして、まあ、それはそうやなテクニックやな。でそれは一個わからんかったもん。しらそばとかバンバン出てましたもんね昔の。バンバン出てた。もう早いねこの中で。なんか早いね、RG さんがこの俺の格好してて、はいはいはい、でなんか俺のツッコミの言い方でいや鹿児島のなんちゃらみたいな言って、うんうん、で俺がすかさずこのいやいや僕の前でせんといてくださいって、はいはいはい、言おうと思ったら先にクッキーさんが、うん、何しとんじゃんボケみたいな高速で言って言うな、クッキーさん。おーそれでおいテンポしんじゃんボケ、ずっとそれやった目まぐるしかったわ。いやもうじゃあ今のままやな、もうほんまにこのまま、まさに死にたいんかお前も言うし死にたいんかお前。いやバケモンやな、やっぱこの4人。面白いね、面白い4人ですね。いやーすごいわ。でもお笑い頑張ろうと思いますね。ただでもこの人らをテレビとかいろんな追いかけてきた中で今日が一番うまくいってませんでした一番おもんない化学反応でした最後らへん化学反応失敗してたな。黒焦げやった、なんか実験失敗して何にもなんかナトリウムとか出てなかったわ。化学反応起きてなかった。あ起きてなかったね。めちゃくちゃですからね。48、49。あれやばかった、わけわからなかった。タイガーマスクがラジオで言うなよーリツッコミでしてない。化学反応3、意味わからんめちゃくちゃやな、ほんまめちゃくちゃ。リアクションメールが来てもらってるんですかね、生放送で、はいはいはい、ありがとうございます皆さん。でけえもんな。そうやな。キルトキジさん、キチフォーに関して特に感想はありませんいやそうやわ、いやほんまそうやねん、なんでもないよな。いやそうそう、リスナーと俺らがなんかもうなんかヌーの大群通ったみたいなね、ババ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 って今過ぎ去った。おい何何何何何何っていう、キチフォー何やったんや。そらそうですよね、リスナーの方も石川県ラジオネーム3キロ先を左折、はい、すごく豪華なメンバーでとっても楽しそうな雰囲気は伝わってくるのですが、うん、ボケが渋滞しすぎてすごく聞きにくいです、まあ、ラジオやつそうですよね、もちろんそうやね、それしゃあない。俺らもなんとかこう突っ込んだり、抑えようとしててんけど、もう死後がすごいこれミクチャのお知らせの時うるさかったなうるさかったね。怖何だっけ、怖いですぜ楽団みたいな、あ何言ってた、怖いですぜみたいな、ね、合唱でした、ね。神奈川県ラジオネーム沼袋、はい、粗品さん、はい、あんな化け物揃いの基地法を回していたあなたはやっぱり第7世代のスーパースターだ、もっと自信を持った方がいい。なんやねんそれ急にいじられてんのか、いじっとんがな、ほんまに褒めてんのか。ええわ、お笑い GSM サミットの言い方、スーパースター、第7世代のスーパースター誰がやん。いや僕回せてないですから全くお前も回ってた、俺も回ってた、一緒になってそのなんかあれは回るしかないな、一緒に。センスのある何たとえツッコミとかもうだ出んかった一個もさっきもなんかカチャカチャカチャ帰ってくれって言ってたもんなもうそればっかり、本音本音何しとんねんってそれの連続でしたそれがおもろいよ、なんでやねん。いやあれにあれに変な例えとかちょっと冷めるかもしれんな、そのそうやな、魂のツッコミでしか多分戦わねん、あれはおもろすぎたな、あの人ら。あれは政権好きのツッコミがいいよやっぱ神奈川県四角からチンコボロン、はい、粗品さんがもらったそのキーホルダーはどこにつける予定ですか、うん、つけへんよこんなん、なんやねんこれ知らんでこの人ルート33、まあ、俺ら知らんな、知らんというか、うん、このまあ一緒にはならないですね、ならないですね、あのキャリアもちゃうし、お会いしたことないか、そのクッキーさんがずっといじってはる方っていうイメージ、 それで知ってんねんな、ほんまにつけへんよこれ。東京吉本やんな多分ルート33さんって。あそうですね、だからほんまに被らない方ですね。まあだからこれ一応基地土産、僕へのお土産なんですけど、うん、クッキーさんは人数分だから4個あったんですよね、これが僕 で、うんうん、でその前田誠二さんのこれやばいって許可取ってんのか前田誠二さんにまあそれをな RG さんかな、やばいでこれに渡してこれ見てこれこ
これやばい。やばいな。クッキーさんおもろいな。あと飯尾さんにこの、はい、同じやつ、僕のと一緒のルート33のドードさん、はい、ちょっと顔違うやつ渡し、はい、でもう一個はザコシショウさんにクッキーさんがあの、肩はめっちゃでかいねんけど、うんうん、顔がめちゃくちゃちっちゃい大輔師匠のキーホルダーをあげてました。あれおもろいよな。あれおもろい。あれなんやマジでやばいな。いい加減にしてくれ。ほんまに。いやーおもろいわ。いやおもろいな。上の人いじりすぎやろ。大輔師匠のやつ全部おもろいよな。なあこの感じ久しぶりやわ。面白いな。面白いですね。さよりありがとうございます。神奈川県、あれまたもう一回ラジオネーム沼袋、はい、まさか天竜源一郎ハローキティ、何でしたっけ、生稲晃子さん、相席食堂の長州力が深夜3時に来てくれるなんて思いもしませんでした、うん、めちゃくちゃ思ないですいやで自己紹介ふざけてたやん、なんやねんあれ飯尾さんのハローキティもやばかったなキティーヨさんのキティちゃんもやばかったな。やばかった。あミキティも言ってたしな。ハローミキティ。おもろいな、ほんま。すいません、思わず1時間。もうこれはキチフォーにでも出れたという。そうやな。今日はね、特別。キチフォーありがとうございました。いいね。平成ジャンプでラストマーメイド。霜降り明星の粗品です。せいやです。時刻は4時を過ぎました。毎週金曜日のオールナイトニッポンゼロは我々霜降り明星が担当しています。はい。というわけで、もう嵐が過ぎ去りましたね。そうですね。三時台はあの嵐でお送りしました。嵐で。嵐でお送りしましたね。ありがとうございました。うわもうせっかくオープニングで、うん、バンビーノの石山さんが石山タオルになったって話しようと思ってたのにもう一番もうできへんな大ニュースよ。どういやまあ確かにおもろかったけど石山タオル石山タオルさんになったからね。優しく包むという意味ですよね。粗品、うん、さんだからライバルちゃう、そのタオルというか粗品というね。ほんまにそうよ。粗品タオル、粗品とタオルちょっとちょっとね、似てるね。似てるからね。なんでこういう飯あったんやっけあれ。分からん。石山タオル。三十期さん、そういうの多いようになってきたな。多いね。大阪三十期、僕らのなんか、はい、ほんま一番ね近かった、はいはいはい、ちょっと上の先輩というか、うん、アイロンヘッドさんのね、毛利さんもナポリーさんに急になったりとか。そうですね。プリマ旦那さんが令和北南になったりとか。しんべヱさんもかダブラーか。ああそうですね。池田さんって呼んでたっけ、みんなで池田さんって言ってた、ね、あもうでもしんべヱさんやな、すっかり。そうですね。ああ三十期さんそうやな。そうやわ。うん、石山タオルさん、石山タオルはいいんですよ。なってね、なってた、なってた。ほんで粗品さんが、はい、あのキチフォーやってる時に、うん、あのテレビで「あの M ステ」に僕がチラッと出たん知ってます？はい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 。あの愛さんがなんと、うん、僕の動画紹介してくれて「M ステ」をあの、うん、モノマネ。すごいな愛さん。めちゃくちゃ優しいよな。その優しいですね。普通あの顔真似とか嫌ですよね。あんま見たことないな、「M ステ」で自分のモノマネしてる人のこと言うって。愛さん、しかもそれな、俺のほんまツイッターのモノマネ、うん、結構ストロングで流れるというか、その、うん、もうスタジオのみんなが見てる前でバンってそのなんていうの、 V で編集で、うん、あのカンパケで降りてくねたらまだマシやん。でも愛さんが入って紹介して V 流れながらみんな抜かれて、だからもし俺のモノマネで滑ったら愛さんも滑ってるみたいになるというか、リスクあるやん。ほんまやな。で愛さんがコメントでちょっと回収せなあかんみたいなへえ。でもそうそう、愛さんが俺出てた。いや嬉しいねんな。ほんでなんか冗談でなんかツアー回りますみたいな言ってたけど、へえ、愛さんの、うん、なんかねそういう嵐に仕上がれとかもう前出させてもらって、ほうほうほう、ちょっと回りそうやなこのままなら。ほんまに回りそうなんや。
それ、ね、何月なんそれ。霜降りのスケジュール一旦9月10月平にして、え、一旦平にして、ちょっとそうですね、一回ゼロにして、いや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 、え、困るて、あいさんの方行くってこと。すまん。いや、すまんやないよ。ちょっといい、あの、うん、松尾さんの一光さんみたいになるかも。これからその漫才も愛さんで考えなあかんし、いやいや、ちょっと待ってくれ。バラエティ出るときひな壇はもう愛さんのメイクでいこうかな思ってんねん、ずっと。こんだけ愛さんがなんか紹介とかしてくれた、うん、そんなやと思うで。恩返さなな。別に愛さん多分別にやと思うで。毎日見てるわ俺の動画。あ、それは伝わってくんね。これうんやばいかも。ちょっととんでもないことになるかも。ならんし、うん、ツアーで2ヶ月空く。はいはいはい。じゃ、キチフォーとツアー行くわ、俺ら。俺ら。キチファイブ。キチファイブ。キチファイブで行くわ。キチフォーで。キチフォーで。死ぬで、お前、多分。じゃあ、広島あたりで死ぬと思う。アイさん、その、あれですよ。そんな、あの、ビッグビジネスじゃないと思うで、はっきり言うて。おー、まあ、ビジネスというか、まあまあ、お笑いというかね。いや、もうザイさんの格好してずっとおるとかちょっと邪魔やな。ああ、まあお前はいい気せんやろな。俺ばっかりアイさんで美味しい思いするから。そういうことちゃうね。いや、この何特番の MC とかもあるやんか。はいはいはい。で、まあ例えば俺 MC でアシスタント女子やな、うんうんうん、でリアクターせいやさんの3人の番組とかあるやん。あるあるある、たまに来る特番ね。そう、それのいつもやっぱリアクターのせいやさんがアイさんやったらやっぱりやばい。いや、でも何の V 降りてきても、うん、一応ハピネスっていう曲で返せるから。え、どんな V でも、例えばそれどういう状況でも一応返せるのはあるから別に。あ、そうなんや。振られてね。あ、何でもいいや。そう、アイさんとして、うーん、まあでもあの V とか見てもらいましたけど、やっぱりこのラーメン屋の修行とか結構大変ですよね。もちょもちょ麺が伸びてくく、へー、ちょなさすぎるわ。ラーメンっていうワードで笑ってる。え、さっき笑ってた。おもろすぎて、こううまくいきすぎて人生が。まああれですね、でもこの動物王国というかこの動物に触れ合う施設、やっぱ一回行ってみたいですよね。もちょもちょ獣臭くなってく、へー。それがいらんな。なんか突っ込むタイミングが難しくて嫌やな。でもフレンチシェフもねいっぱいいますから厳しい世界ですよね、やっぱりね。もちょもちょフォアグラが焼かれく、焼かれく、へー、お前に焼かれくとかね、とかねやないよ。全然うまくいってない。松尾さんの感じなんかなって。下半期は愛さんでちょっと勝負、やめとき、ちょっとこれはちょっといくわ。あ、ずっと愛さんで。いや、でも確かに俺動画見ましたけど、あの顔めっちゃ似てるな。これはもうでもマジな話、愛さんのおかげよ。愛さんが優しいから。そうやな。ミュージックステーション俺初めて出れたもん。あ、2回目だ。あの、そうやな。嬉しかったな。なあのタモリさん、うん、だからずっと会ってないやん。もうタモリクラブで失敗して、うんうん、勝手にこっちが言ってるだけですけどね。大失敗して、うん、全然空回りして、はい、でタモリさんそっから会ってなくて、うん、ほんでミュージックステーションで今日俺のことでタモリさんが笑ってくれたっていうね。この嬉しいね、やっぱ愛さんのおかげで。タモリさん、タモリさん嬉しいわ。笑かせた、あ、笑ってくれてた。愛さんなんか似てるね。なんかコラボでなんかやったりせえへんの、愛さんと。そんな予定もない。ありやね。ね、あ、なんか分からんけど SNS やってはんの、愛さんって。やってる。めっちゃ早かったよ。ほんでモノマネして愛さんがすぐやばいみたいな、うん、だから多分ノリがめちゃくちゃ明るい人で、もうすごいそのサービス精神すごいから。え、愛を込めて花束をの人違う。おお、それはもう。あ、そう。お前そんなんも、そんなんもか、そんなんもか。違う違う違う。そ、スーパーフライさん。え、あ、そう。その疲れてるからか。そう、これ振るないで。疲れてるから。世代やで俺ら。ちょっと待って、出したい出したい。何が？愛さんのやつ。
いっぱいあるわ、愛さん。君が笑えば、はい、スケジュール、うん、まあ、ずっと歌ってるやつやけどな。そうなのか、うん。なるほど。なんやねん。今、違う部位をお前言っただけやから。一番有名なんがあれか。なんやっけ。まあ、ストーリーとかね。ーーどんなんやっけ。一人じゃないから、ああいい、ね、君が私を守るからです、ね、ああ、声真似もちょっと練習中。これ練習中。顔が似てるから、うーん、次声も似てたらすごい。だからちょっと漫才作ろう、愛さんで。いや、いらんわ。だから長田さんもあれ見つけたやん、ソロリ。ああ、ソロリソロリ。お前もなんか一個顔で。いや、俺モノマネはまあないかな。サングラスつけて、サングラスつけて、ちょっとトグロとかね、もしかしたら髪型とかで今トグロ、お前なんかよう言うてるけどトグロやんとか俺は分からんと笑ってたけど、ずっと有白書のトグロ肩に乗してるやつ誰か、そうお兄ちゃんね。いや、トグロはちょっときついわ。トグロ弟と愛さんでちょっと考えるか。まあ、最近練習してるモノマネで言うと、あの崎山蒼志くんは、崎山蒼志くんのモノマネはちょっと練習してますよ。できんの、うん、意味のない僕らはえげぬない泣きずからこれ練習してんねや。練習どうですか畑さん。いい、この僕にしては惜しいでしょ。そうなんや。そう、顔やばかったけどな。何が、いや、もう何がやん、プレスされるミンチみたいな顔してる。誰がミンチ、パティみたいな顔してるけど。パティやん。そうし、だからアイスさんと崎山蒼志くんで行こうか。それはちょっとそれで行きましょうか。モノマネね、すごいな、アイスさんな。そうや、アイスさん優しいから、俺言っときたかった一回。いいですね、ほんまに。ありがとうございます、アイスさん。冗談なしにあのモノマネ、うん、こんな認めていただいてありがとうございます。そうですね。あとあれね、やっぱ近畿大学のお仕事を生かしていただきまして、うん、先週のオールナイトニッポンのな次の日かな、うん、うん、あのこれも俺言っとこうか、下森明にとって今一番大事な案件なんで。いらんね、近畿大学の仕事。近大いらんね、俺も生かされて、あれまたいらんね、近大生かされたっつってんの。いや、俺近大出身ちゃうね。近大でロケしたんですよ、近畿大学でね、うん、あのウェブオープンキャンパスみたいな、ね、そうそう、 YouTube で半日ぐらい撮ってね。めっちゃ撮った。いや、すごなってたわ。近畿大学。ああ、そう。うん。びっくりしましたわ。綺麗なってた。綺麗なってましたわ。いや、もうね。うん。なんかもう知らん建物めっちゃあったよ。ああ、言ってたな、お前な。うん。いろいろカフェとかできたりとか。ちゃうんじゃん。俺、同志社やねん。で、中退やねん。関係ない、近大。で、なんか多分、いや、もう月3回ぐらい、月ちゃうわ、年3回ぐらいあるやん。ありますよ、近大の仕事。入学式も行かしてもらって。そう、俺ええわ、もう。え、うん、俺もう近大ええわ。いやいや、これコンビで2人でこう売れていこうっていう、なんか俺らの中であるやん、このコンビ。いや、1人ずつでもええけど、そうやね、バラ売りも。それはあんの、それはできんやろうけど、そのマネージャーもね、うん、頑張ってくれたら、うん、でもそこコンビで売れていこうっていうとこで近代を2人でやられへんやったら、何のために何がやねんやってきたんかなっていう。何が何のために。いや、ちゃうやん、コンビ理論わかるで。うん、オードリーさんのテレ朝の番組、はいはい、激レアさんを連れてきた、はいはいはい、それも近代の次の日か、そのぐらいのタイミングで、前の日かな、うん、せやさん一人で出たでしょ。ああ、そうですね、うん、いや、客やろ。え、それコンビやって、で近代お前だけやって、激レアさん俺も連れてけ、なんでやねん。逆やろ近代二人やろ。近代お前だけや、激レアさん俺もねじ込め。高森くん逆よ。いやいや、高森くん来なくていいよ。いや、あの全くマネジメント今問題ない。問題激レアさんはもう俺だけ。激レアさん俺も呼んで、近代は絶対粗品。近代俺なんやったら粗品だけ。なんでやねん、うん、なんで俺だけやねん近代。いや、俺を譲ったってね、お前に近代を。いらんねん俺近代、ゆかりないねん。
何にも思い出なかったわあの日のそこがね何にもあらへんそらそうや、そうよ、行ってないから入学式も行ってそうよ今年リモート入学式や、はい、観客はおらんかったけど、はい、偉い人とつんくさん、うん、でせいや俺の順番で並んでてな、うん、あの校歌斉唱みたいなそう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 、うん、順番にね聞いてへんあんなそうつんくさん歌ってそうつんくさん歌ってでせいやさん歌って、ね、歌ってせいやさん抜かれて、うん、最後俺抜かれて、うん、俺口パクするってなんやねんあれ俺知らんねん近代のカレッジソング勘弁してくれよ何カレッジソングって俺の口パクいらんねん近代俺でも知らんかったもんじゃあ知らん俺も口パクやってんからでだからちゃうやんそのコンビの仕事のバランスおかしいっていや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 もうそうやねだから ちゃんと話し合わなかったなこれコンビでほんまにそう話し合わなかった激レアさんもそうやし、うん、あとなんかまた違う特番もせいやさん一人で入ってましたよね何ああまあそりゃねそりゃ一人ずつの仕事やそりゃお互い様よいやほんなら、うん、うん、ローランド先生あちゃうね一人でやってますよねそりゃそうやね俺はそれが言いたいんじゃないんですよ、うん、いや俺は近代、はい、ローランド先生捨てて近代二人がいいそれやったら なんでやねんなんでやねんローランド先生二人でええやん近代捨てていや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 ローランド先生ゼロ、うん、近代4そのええ なんてローランド先生のスケジュールを近代に回さねんかということですよ回されへんよローランド先生近代の先生3回ぐらいやってる特番松村先生という人おるから知らんわローランドさんももちろんすごいねイケメンやけどちゃう、ね、その人世界史の船が何年に来たとか全部答えれる先生なのそんなもん変態やないか松村先生はえ松村先生はローランド先生みたいに言うな何の名義もはげへんやろそいつお前えいやローラン松村先生の基礎攻め受けてみろお前な何を集まっとんねんお前違うねいや俺が言いたいのはね、うん、なんでこの期間にお前のピンの仕事が増えてんねんって言いたい、ね、いやいやこの2週間ぐらいで急にお前のピンの激レアさんで特番なんかそう言ってたな楽屋でお前ズームの一件で売れてんだよ映画にしてくれいやちゃうねゃこれはズームの前から入ってたやつやいやこれ信じられこれから来るんだ急激にオファー来てるいやいやいや一発やなるぞこのままやったらそれなんやねんお前気付けろお前せっかくやで言ってたけど俺も入れろほんでちゃちゃズームの前から入ってる仕事なのよあそうですかズームの地獄はこれから勝利名称の粗品ですせいやです続いてはこちらのコーナーです自分のことがずっと嫌いだった死んでしまいたいと思ってたのコーナー僕らがテレビ朝日のラストアイよろしくで共演させてもらっているアイドルグループラストアイドル彼女たちの最新シングル愛を知るの印象的な早口部分の替え歌を送ってもらっています替え歌のテーマは子供の頃の印象的な思い出です、大阪府八尾市ラジオネームお先真っ白真っ白友達の家に行って先に来てるやつの自転車が大量に並んであった時のワクワク感いいねあるねいいね覚えてますもんね子供の時覚えてるこいつの車みたいにねこいつの自転車はあいつ来てる紺色やみたいなある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 ねいいねうっとしいやつの自転車も覚えてたなでもあそう遊戯王カードパクるやつとかうわサクリファイスが当時流行っててあったねサクリファイスそいつがあの絶対サクリファイスパクったっていう あの流れて噂が、うん、パクリファイスって呼ばれてました僕の小学校でやかましな大阪府河内長野懐かしい、はい、河内長野市ハンマー直樹公園サッカーするときゴールをチャリンコで作るけど自分のやつはあんまり使いたくなかったこれなうわ自転車にしてたなあゴール粗品さんもやってたやってたわあこれサッカー部あるあるなんですけどねあそうなんや公園とかでやるときはコーンないから何、はいはいはい、かの間に通すベンチとかねなやや自転車のベンチあるある懐かしいな絶対カゴボコボコなるからガチャーンって倒れて自分のやついいね新車の時は絶対嫌やったな、これ2ポイントですはいハンマーの置き
ラジオネーム、大阪府大阪市おもちもちもちももち、はい、自転車に乗ってる時にマンホールを触ったらダッシュボードみたいに加速できると思ってた。いいね。あるね。思ってたよ。あるあるある。加速してた。ポイント制もあるし。あー、やったことあるわ。何個踏んで帰れる、ね、触るパターンもあったし。あったあった。中学かな、高校の時の塾行ってた時は触らんっていうのもあったな。あいあい、触っちゃダメ。はい、わかります。避けるパターンもあるっすよね。あるね。で、あの四角のなんか、うん、黄色い囲いしてるやつ、はい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 、あれはもう絶対触らんかったな。細かいな。丸いやつはポイントの時に。そうなん。あの四角のやつ、いや、まあ、全部言ってた。あの、うん、全部何個踏めるかっていうシンプルね。帰り道で20個、はいはい、21点みたいなのはやってましたよ。あるね、もうルーティンみたいに出来上がるもんね。チャリとマンホールは密接やな。東京都杉並区ジャンパウロ、はい、遊歩道の脇から生えてる植物からハイタッチ求められてる気がして、野球選手みたく面倒い時もちゃんとハイタッチして歩いてた。何ですかこれ。分からん。ほんまこれめっちゃいい。俺うわーって思ってんけど、遊歩道とかなんかまあ歩いてって帰り道にこうちょっと草がさベーンって長なってて葉っぱがこう神戸垂れるじゃないですか、出てるやつを進路にこう邪魔する形でパチンパチンってハイタッチみたいに触らんかった。ちょっとやってないな俺。ひまわりとか咲いててちょっと茎触るみたいな、絵本みたいよね。いやこれ俺やってたな。あそう、うん、まあまあ、コンビのバランス考えず20ポイント。はい、粗品さんは響いてないけど。いやいや俺が響いてなかったら上げすぎ。俺のラジオなので20ポイント。いやいや、家で女に言う言い方しよう。それ何やねんそれ、いつも言う。俺らのラジオ。違う、俺女に言わんで。家で俺のラジオがやって。俺のラジオでさ、めっちゃ生きてるやん女の子に。いや違うよ、俺らのラジオな。あ、そうそうそう。1ポイントでいいですかこの人。あ、いいですよ。誰やねんそれ、ケントデリカット。ちょっとだけ、大阪市ラジオネームヘビニラミ、はい、給食の時にパンについてきたジャムをそのまま飲むやつがいた。いたね。給食のジャムな、もう吸うやつね全部。あ、はい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 、チューってピーナッツとか、 あとチョコもうまかったな。チョコのやつ、はいはいはい、ピーナッツや、あとオレンジ、ブルーベリー、ストロベリー、 あったね。給食懐かしいな。オレンジ甘いね、あれあれ嫌いやったわ。あんまでも覚えてないな、給食の感じ覚えてない。あーショックや、またや。何やのお前、病気か。あ、まあ、覚えてない。どうした。いや給食どんなやっけ。映画やん。大丈夫か。覚えてないわあんまり。ゆっくり思い出そう。映画やん。博士の数式やん。ゆっくり思い出そう。今思い出しかけたのに。病院行こう今度の日曜日。大丈夫よ。そんなんちゃうね。大丈夫。そんなんちゃうね。でもほんま覚えてないよなお前。俺覚えてない。何にも覚えてない。先週の放送も覚えてない。いやほんま粗品くんって6年前の話とかはもう覚えてなかったりするよね、うん、覚えてない。結構ほんまに覚えてないね。一点張りなんやね、広がらん。覚えてない。いやもうええわ。いやだから俺がなんか覚えてるみたいな、うん、そうが言ってくれるんですけど、うん、でもそうが覚えてなさすぎるっていうのもあるよね俺のこと、うん、そう短すぎへん、あだ名そうが短いってあだ名覚えてなさすぎるっていうのもあるかもね。覚えてないな。大阪府狭山市チキンチキン、チキンチキン、電車の停車中に外へゴミを捨てに行く無意味なチキンレース。あったわ。この前もやったわ俺これ新幹線で。この前もやってる。この前もやってる。子供の時の印象的な思い出ですよ。いやこれ新幹線じゃないとできんくない。あ、停車時間長いから。環状線とか山手線でできる。まあまあそれぐらいか。ちょけてやってたような。こだまはねわりかし長い時間、あそう停車するとかあるからできんのよ。ますね。これおもろいな。これおもろい。懐かしいな。2ポイント。あ、やっぱ覚えてた。テンション上がるわ。
これもいいですよ、うん、東京都府中市テイテイは、はい、体育館の足元についている窓、刑務所ぐらい鉄格子ついてた。あったな。いや、あったその割れへんようにね、窓とか、あ、ボールでか、ボール当たってね、あ、そうやな、ほんまや。あったな。めちゃめちゃすごいスパンで感覚でな、鉄格子ついてもんな。あれやったわ。ちっちゃい窓ね、小窓ね、二度と開かへん窓ね、あれ、誰も開けらねえ。群馬県富岡市、ラジオネームブルブルダブル、はい、大会のアップしてる時、強豪校の準備体操の掛け声が特集。うん、確かにな。そうやな、まあ、確かに強豪校やから、特に野球部ね、うん、っていう、もう何言ってるか分からん。あったな、強豪校のね、なればなるほど、そうやな、滑舌が悪くなりますよ、ね、ファイオファイオファイファイオみたいな、ちゃうもんな、ちゃうな。終始ね、おう、監督来て、強豪校あ、なんで野球部だけあんなんだ、サッカー部絶対そんなことならんもん。あ、そうなんや、野球部ならではならへん、サッカー部は、うん、なんやろな、ならんな、うーん、うん、ならんならん。掛け声野球部だけすごいからね、すごい。東京都町田市、最寄りの熊さん、出た。物事に飽きるということは、それに対する自分の成長が止まったということを。でもええってこいつ。お前に言ってんのかもね。何がええ。粗品層に苦言を呈してるのかも。こいつさ。最寄りの熊さん。せこいってこいつ。これ1ポイントずつ。だからそれが稼いでるから。それが自分の成長が今。いや、こいつ優勝すんで。粗品さんが止まってるということですよね。最寄りの熊さん。違います違います。このこいつエゴいって、ね。そういうことですよね。こと言ってるだけやん。適当な。うん、そろそろきついよ、ほんまに。クマさん、ありがとう。クマさん、これは、というわけで、SS アットマークオールナイトニッポンドットコムです。宛先は SS アットマークオールナイトニッポンドットコム。このコーナーのメールはせいやが選んでおります。メールの件名はのコーナーでお願いします。せこいな、森のクマさん。いえ、どこしまってんねん、お前。お前、読んだメールどこしまってんねん。なんやねん、そこ。よいしょ。ひも。霜降り明星の粗品です。せいやです。さあ、メール来ております。はい、東京都練馬区、ラジオネーム奥狭、粗品さんの崎山宗志くんのモノマネが思ったよりも、似てました。マジ、このまま練習してもっと伸ばしててっぺん狙ってください。あら、ほんまですか、崎山宗志くん。意味のない僕らは願い願い泣きずから。ホフディラン、ホフディランや。僕ちょっと知らないですよね。あ、お前、いや、前世好きやと思います。高校生とかかな。中学生、高校生か、かなーって。めちゃくちゃいいのよ、歌い声が。ちょっと聞きたいね。うん、崎山宗志くん。おお、やっと俺にも見つかったか、モノマネが。モノマネ。おお。いいね。さあ、メール。ラジオネーム、おはぎのはがし。うん。アイさん、アイさん、最近暑くなってきましたけど、夏バテ対策に何かしてることはありますか？もっちょもっちょ日陰に行くようになる。へえ。ああ、じゃあツッコミの漫画。じゃ、なんやねんそれ。な。え？いや、それアイさんの全部もっともっとで返す。スピードはすごいね。うん。もうバラエティ引っ張りだこやと思う。アイさんどうですか、っていう。もっともっと、まあ尺も短くてね、うん、こうパターンできたね、ついに。できてないよ、愛さんと福山さんやな、崎山さんか、崎山さん。はい、大阪府唐揚げボディ、はい、タオルさんですが、タオルさんですが、タオルさんタオルさんですが、ネットニュースの記事によると、外出自粛期間を経て、もっと皆さんの身近な存在になりたいと感じ、石山タオルに改名いたしました。石山タオル、今までニーブラで頸動脈などを締めたりなどしてきましたが、うん、
時代に伴いタオルで優しく包み込むような芸風も必要だと感じ、うん、思い切って改名、これからもゴシゴシ頑張っていきます。タオルやゴシゴシ頑張っていきます。タオルやな、タオル、タオルさんです。だからタオルさんや、うん、え、ニーブラもやらんってこと？やらんのちゃう、タオルなったから、うん、優しく。ニーブラちょっとタオルじゃないもんな。あれタオルじゃないな、うん、そうね。石山さんのワンコインモノマネとかできますか？石山さん楽屋でどんな感じでしたっけ？石山さん、俺が見たいだけやけど。石山さんはルミネで会った時とか、キングオブコント取ってからめちゃめちゃ丸なった石山さん、後輩に対して、はいはい、うぅ、お前ら似てんのか。いや、お前しか分からんねんこれ。霜降りはあれか。ふざけながら喋りかけてくる。そうそう、まだまだあれやろ、あかんぞ、頑張らなあかんぞ。キングオブコント優勝前はやっぱ石山さんもそうやな、う決勝進出前はやっぱストイックな先輩ってイメージあったんですけどな、うん、なんか東京来て会ったら石山さんめちゃめちゃわかる、優しく喋りかけてくれるよな。嬉しいな、石山さん。石山さんおったら場が軽くなりますね。ありがとうございます。愛媛県今治市、ラジオネームミッチェル、ミッチェル、バンビーノさんの改名で思ったことがあります。うん、なぜ馬と魚さんはトニーフランクと改名したのでしょうか。なんでな、なんで分からんな。トニーフランクはマジで合ってないな。合ってない。あの衝撃のあの人に会ってみたで、はいはいはい、前説してたよな、大盛り上げしてたな、うん、やってた。あ、全くやな。トニーフランクはマジで分からん、謎の改名。いや、あれ無限大とか出てんのかな。出てるんじゃないですか。もともとうまさかと仲良くてトニーフランクって呼んでるやつおんのかな、ちゃんと。おう、トニーフランクって。うまさかやな、なんやねんトニーフランクって。おう、トニーフランク、トニーって言うんかな、トニーフランク、いや外国人や。うん、うまさかっていうな、この言いやすい。うまと魚、うまさか、もう1年目からうまさか、うまさかって言ってるから、懐かしい。今さらトニーとは言われへんな。さあ、というわけで続いてはこちらのコーナーです。真夜中のトラ。僕らが大好きな伝説のテレビ番組マネーのトラにスポット当てたコーナーです。個性豊かなトラたちの行動を想像して送ってもらっています。まあ、もうさっきちょっとねやりましたけどね、ザコシショウさんと、ザコシショウさんのやつも誇張モノマネやったけどね、もう。まあね、大阪府大阪市、ラジオネームおもちもちもちももち、高橋がなりさんが自分の正体を見破られて開き直っていました。うん、はいはい、そこまで言われたらば仕方ないわ。正直に言います、あの、僕はこの星の攻め隊ではございません。がなりさんのこの感じね、言われたらばとか言う、言うなそれ、言うね、言うわ。何の時やったかなこれ、言われたらば、言うな。これおもろいっすよ。大阪府高槻市、反面教師、はい、川原社長は千鳥の大悟さんとお約束のネタをやってました。うん、川原さん、君酒臭いな。酒でも飲んでんじゃないか。うん、飲んどなんて。それなら息はーってやれ、頭くる。はー、冗談なこと言うんじゃないよ、臭いよ。いや、うまいよ、やうまいよ、臭いよ。大悟さんっていらないやろ。これ2ポイントですね。頭くるとかもおもろいな、面白いね。神奈川県タケミ、はい、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組でアシスタントのミスを指摘する堀之内社長、はい、あのね、花粉がずっと下がったまんまなんですよ。はよ言うたれや、泳がしちゃうやん、はよ言うたれよ。
のね。意地悪やわ性格。おもろいな。泳がしてたのな、ずっと。あ、これがあれなんですよね、うん、みたいな、ずっと喋ってて。あのね、おもろい。カフカずっと触ったままなんですよ。40分ぐらいして。え？ってなるやつや。かわいそうに。いいね。すぐ言うたれよ。東京都北区ラジオネームアマチュアダックスフンド、うん、いいともの最終回にトラたちが乱入していました、うん、小林社長すぐ帰るって嘘ばっかりじゃないですかあなたまだまだ売れますわ堀之内社長ああトンネルズが来たら非常にまずい、ネットがありますからうんこれはまずい、うん、南原社長僕これだけやりに来たんですよ出た南原バンバンバンやかましは南原バンバンバンうまい南原社長これうまいねまあそういえばそうだないいとこに収めたね、ええ、うまい埼玉県ラジオネーム父は公務員、はい、映画版コナンに毛利小五郎のライバル探偵役として小林社長が登場していました小林社長あんたのそれは推理とは言わんのですわなんかあったなそれ推理とは言わんのですわなんかあったなおもろいなおもろいね愛媛県ラジオネーム市民大清掃、はい、パチスロマネーの虎を売ってみましたおでるんパンパンサラダアウチでーすデデンデデンパンパンサラダアウチでーすデデンデデデンゴゴ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 ゴパン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 ダラララララ吉田栄作おめでとうございますマネー成立ですおーガーダダダダダダマネーラッシュ突入いいね久しぶりやなこの CR シリーズおしじゅんナビいいねよう前やってましたけどねパチンコのザコシショウさんとかいやいやいやトムブラウンさん CR トムブラウンさんとかやってたやってたやっぱおもろいね CR シリーズは右ですわ2ポイントめちゃくちゃおもろいやん顔がドーンってくんねやろなええなあのなんか黄色い金色のバッグに素晴らしいいいですわ中ですわラスト和歌山県ラジオネーム2アウト、はい、倒したと思ったら第2形態に変化するラスボス小林社長、うん、遊びは終わりだ言いますわ言うか言わんよ遊びは終わりだじゃあ遊びは終わりだで止めとけよボスねいらん語尾つけてんな言いますわさあというわけでもろいね ss@allnightnippon.com です宛先は ss@allnightnippon.com このコーナーのメールはせいやが選んでおりますメールの件名はトラでお願いしますああおもろかったいや面白いねパチスロおもろかったないや CR シリーズはいいねうんショートショートの名手星新一の作品に出てきそうな前後の内容が気になる一行を送ってもらっていますいい愛知県刈谷市ラジオネームスーパーマキオランド、うん、完全自動運転になって数十年、うん、今日も街は車たちのデモで溢れているほう星新一っぽいねSF やな、なんかビーストウォーズの世界みたいなね懐かしいなんやっけそれ俺思い出せんからええわ放棄したついにお笑いを
思い出せへんからええわ。そうそう、短いってあだ名思い出すよ。あの機械とかね、コンボイとかのビーストウォーズ、あの虫とか、虫とか動物とかもあったし、まあ今でいう車のトランスフォーマーか、はあ、映画化されましたね、アメリカでとか、はいはいはい、あったな。それですわ。東京都ラジオネーム味噌汁大学生、うん、サイレンの音が聞こえる。最近救急車多いわね。今のは俺が呼んだんだよ。夫は私に拳銃を向けた。わー、いいねー、おー、いいねー。ありありあり、気になるねー。うん、一行らしい、うん、ね、いいね。じゃあ2ポイント差し上げます。 おめでとう、味噌汁大学生。ちょっと怖い、ブラックな一行、ね、秋田県ラジオネームネオキャンプ、うん、新宿の母と呼ばれている彼女は占いはできなかったが、新宿を産んだ時の話をしてくれた。ほんまにお母さん。いや、ちょっとちょっと星新地ではないな、これ。そのおもろいな、普通におもろい、普通におもろいボケや。野党やろこれ。ほんまに産んどる。兵庫県尼崎市ラジオネームレアチーズ、1 10 100 1000 万 10万、不可思議、十不可思議、マジ、はいね、無料ダイス、うん、うん、とんでもない鑑定額が出そうだが、時間がかかりすぎたせいで鑑定額を知ることなく私は一生を終えた。いやー、何これ。レアチーズよ。いや、深そうで深ないな。え、何、不可、十不可思議、うん、無料対数、うん、な、な、なに、何でも鑑定団ってことかな。それで桁が増えて、うん、1 10 100 1000万 10万 100万、ってなるやつ。10億100億、そうですね、うん、不可思議まで行って、おう、行って、なゆた不可思議無料対数、おう、でそっからこう無限続きますから、一生終えてしまったという。おう、まあ、ようわからん。ようわからん、ようわからん。気に入った。うぅ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。なんて、ちょっと待ってくれ。そのカウンターギャグやめてくれ。いやいや、俺の最近温めてた新ギャグ。そうなんや、初お披露目がお前のカウンターギャグで、すまん、もう一回言ってしまった。綺麗にコッパみじになった。さらにくそさらにエグい声で言われた。ちゃうね、ちゃうね。なんて言ったかわからんかったから、俺も瞬発が働いた、お笑いの。あ、そう、あ、そう、なんて言ったかわからんかったから、もう救ってくれた、ね、そう、ラジオで。俺はキッカーって聞こえたから、急にキッカーって言われたから。あ、お笑い瞬発、うぅぅ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれって言われて、あ、ギャグやったんや。俺のギャグやから、なんて言ったかわからなかったから。まあまあ、また言うわ。いや、俺、すまんさん、お前の晴れ舞台潰してしまった、悪い。そらあかんな。いえいえ、大阪府大阪市ラジオネームよもぎもち、刺身についてくる大根の千切りがあまりにも多すぎる。何やねんそれ、妻。いや、妻うまいからええやろ。俺、あれで酒行ったりするよ、ヘルシーやから。あ、そう、うん、珍しいな。意味がわからんね、いまいち。大阪府大阪市ラジオネームおもちもちもちももち、それでは5万3000年後にスタートするよ。エリック・ワイナイナはカプセルの中に入り、しばしの間コールドスリープについた。めちゃくちゃハンデあるやん。いやいや、もうやってないって、感謝祭やってます。赤坂ないよ多分。あるよ赤坂、変わってますよ多分。5万3000年前年後ってすごいな。いやいやいや、もう誰も知ってる人残ってないよ。ラストですかね。ラジオネーム夢黒、夢中なのにワニマを聞いている。おい、なんやねんそれ、マナー悪いな。ワニマ、ノリノリよ、ワニマなんか。明るい曲ですからね。もちゅう、まあええけどって感じやな。もちゅうやからって別に。
なんかようわからんかったですね今日は全体的に。あ、ちょっとでもそれはあれか、うん、こうよくわからなかった相方の企画やからってなーなーになりがちやけど、うん、結構公平な目で見てくれてるってこと。そう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 、公平な目で見てよくわからんかったってこと、うん、キリタ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、俺の信念、俺の信念よ。で、その何やねん、もっとエグい声で前田さんやってるから、スリムダウンってやってる、やめてくれね。エンディングです、この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができますので、そちらもぜひ、はい、スマートフォンアプリミックスチャンネルでは番組終了後にアフタートークもございますのでよろしくお願いします。あ、そして日本放送をお聞きの方はこの後5時から徳光和夫徳森火曜サタデーをお届けいたします。結局これなんですよ、徳光さん、徳光さんのラジオまでの我々は。先週聞いた、徳光さん聞いてない、その下森さんありがとうございますみたいな、この、触れてくれて、これは結構毎回言ってくれてるんですけど、最近なんかテレビ見て、おう、あの皇帝見て大笑いしたって言ってた、徳光さん、おう、言ってましたね先週ね。そうなんや、そう、何で見張ったんやろ、何って言ってたかな、なんか深夜番組で、徳光さんお笑い、まあでもそらお笑い好きやろうな、ねえ、もうでも ABC グランプリありますよね、それで言ったら皇帝が決勝行ってる、あれいつやっけ、日曜、あさってですよ、もうほんまや、日変わって明日ですよ、まあそうか、ネタせなあかんから俺考えなあかんな、どうしようか、いやでもあれか、スケジュール的に見れんねや、そうですね、その後の配信もある、そうですね、楽しみですね、誰が優勝するのか、うわーちょっと楽しみやな、お客さんもおんのかな、こう、あ、なんかちょっと入るみたいですね、結構メンバー熾烈というか、うん、M1 の決勝メンバーもおるよね、カラシ、オズワルド、レベル高いよ、さやか、さやか、はい、レベル高い、ビスケットブラザーズも入ってんな、キングオブ KOC 決勝の、なんかこの間聞いたけど4000とか、うん、宮下草薙とか、うん、東京ホテイソン出てないらしいな、あ、そうな、うん、もう受けてないらしいで、へえ、あれ4000なんか YouTube で ABC 落ちましたみたいなのやってたけど、え、そうな、おっ、ちらって見たけど今年出てないって言ってたような、へえ、違ったあれやけど、なんか、うん、まあまあ確かにリモートの難しさありますもんね、予選もありゅう、うん、ありゅう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 やから、ありゅうでやってないやろ別に、失礼やなその言ってたで、それ、あ、そうなんや、言って、なるほどね、ABC も皆さん、僕ら ABC でそうほんまにね、芸人として初めて仕事をもらいましたから、ほんまにそう、最高、東京都豊島区アンノン崎山くん、好きな女の子はどんな子ですか、髪が少し長くて目がくるりとしている、これ似てんねや、俺似てないから分からんねん、何言われても崎山君って返してるから、めっちゃお前やけどな、いやそうやん、だから俺っぽい声が似てんねや、へえー、崎山さんごめんなさいね、勝手に名前出して、東京都豊島区アンノーン、はい、崎山君に質問です、はい、好きな食べ物は何ですか、国道沿いを少しした先のラーメン屋国道沿いのラーメン屋なんやその答え方ラーメンでいいやん、なんで国道沿いラーメン屋がうまいけど、そのあるけどね、先山横綱ラーメン24時間とかってこれでいこう、先山君、うん、今日俺見るわ、突っ込めるようにするわ、頼む、じゃあもう愛さんのメイクと、そうやな、崎山くんで近代、あ、そうや、東京都練馬区ラジオにも奥狭、粗品さんの気に入ったという一発ギャグをせいやさんが潰してしまいましたが、はい、愛さんどう思いましたか、もっともっと二人で潰し合っていく、へえ
潰し合っていくねんな。いやいや、その遠慮していこうやな。潰し合っていくのおかしい。いやまあでもいきなりやったからな。え、あれ急すぎたから、なんかギャグの雰囲気がなかったからさ、俺もびっくりしたよ。緊急事態が俺の中で出たから。あ、じゃあそのたまたま俺がギャグを仕掛けてただけで、うん、もし俺が変なこと言ってたとしたら、せいやさんは言いたいようできてたってこと。そういうことですね。キリタいいねー、サッパリンゴ。わからんわ。あかんわ、あかんわ、勝てへんこいつに。いやいや勝ててもないな俺こいつに。勝てへん、ずっと引き分けやで。なんですか、わからんわ。どういうこと。そのさ、お前なんかのザンギーフどっか行ってくれや。なあ、なんやねんそのでかいやつ。いやでもいいねは押していこうかな。いいね。発声方法やばいって。声やばいって。ピーヨーとちょっと似てるか。似てるなあ。あと和牛川西さんのいいね。あ、それは全然ちゃうわ。あ、そうそう、お前潰しに来てるわ。ちゃイチャモンつけてよ、それは。え、ちょっとだけ言い方変えたら。ああ、うん、よいねー、キリタ。わからんわ。サッパリンゴかえー。手札多い。手札ないねん。手札多いな、お前。手札ないねん、こんなんに。なんやねん、これ。吉報や、やってること。結局吉報です。吉報ですよ、勘弁してください。吉報で疲れたな、今日はね。カオル、カオル、キチフォーなんですが、散々荒らしていったくせに4人のうち誰一人このラジオのことツイートしてないのがめっちゃ腹立ちます。なんなんですかあいつら。先輩に、先輩にあいつら。マジで遊びに来たんや。いや、せやで。ありがとうございました。冷やかしや。10% ぐらいの力でお笑いで見つかったな。来て 10% もなかったよ。意味わからなかったもん、ずっとずっとな。しかしふざけやがってきちゃう。最高に面白い方々でしたね。いや、よかったね。また来週も聞いてください。さよなら。また来週も。ええー、ねー。